パンデミックの回顧展、新型コロナウイルス感染症19の世界的な影響は現在も続いている。新型コロナウイルス感染症 COVID-19 に関して言えば、米国が最も大きな被害を受けており、死亡者数と感染者数の統計が最も高い国であることに驚かれるかもしれません。新型コロナウイルス感染症 COVID-19 は私たちに最も大きな打撃を与えたかもしれませんが、まだ終わっていません。世界は依然として新型コロナウイルス感染症と戦っており、WHO のデータによると、今日の死者数は過去の記録的な数字を上回っている。さらに、このデータは、新型コロナウイルス感染症19のようなパンデミックにおける行動を世界がどのように改善すべきかについて、いくつかの貴重な事柄を教えてくれます。以下に、新型コロナウイルス19がいつ発生したかを示します。一部の国は、他国が供給にアクセスする前に供給を強奪し、先進国であるにもかかわらず、この国が世界で最も大きな被害を受けた国になることを止められませんでした。私の目には、これはすべてトップの人々が私たちを失望させたからです。訴求まてに言えば、上層部から強制される慣行が当時より厳格であったとしても、それは現在も同様です。新型コロナウイルス感染症 COVID-19 に対する最善の対応策は予防であるため、おそらく影響は少なくなるだろう。これがすでに多くの人が亡くなり、生活が落ち着いているように見えても、今日、私たちはワクチンと追加免疫を必ず受けるべきである理由です。事態の推移に驚かれるかもしれませんが、実際にはこの過去から学ぶことで、次の世界的な健康問題に向けて私たち全員がより強くなれるだけなので、すべてを理解することが重要です。これらすべてから必ず学んでください。数年前に新型コロナウイルスが世界を襲った時、米国は迅速に対応した。米国の大群の新型コロナウイルス治療薬と物資。米国は新型コロナウイルス感染症 COVID-19 の治療薬を購入して大群化し始めたが、その後、社会的距離を置くことやマスクの使用などの予防策が不十分に実施された1。これは非倫理的であり、特に米国は、すべての医薬品と物資を入手しようとする努力にもかかわらず、3年後の2023年になっても依然として、最も多くの新型コロナウイルス感染症のパンデミック症例を抱えていることから、他国が入手できる前に物資が枯渇してしまうことになる1と2。リソースの確保が優先されたにもかかわらず、予防策を講じられなかった場合、
私たちは社会に悪影響を及ぼしています。今日も私たちは失敗を続けています。私たちアメリカ人にはもっとできることがあります。もっとやるべきだ。何が私たちの人生をより価値のあるものにするのでしょうか？私たちはみんな平等です。優先的に治療を受けようとするのであれば、少なくとも新型コロナウイルス感染症に対する予防措置を講じるためのデューデリジェンスを行う必要があります。予防に失敗するためにこれらのリソースを獲得し、とにかく死亡者数をリードするべきではありません。一方で、私たちが自分たちのために確保しておいた限られた資源への他の国々のアクセスを許可していません。米国は新型コロナウイルス感染症による死者数で首位だが、ワクチン接種や追加免疫の獲得に失敗。WHO のデータによると、米国は他のどの国よりも多くの死亡者を記録しており、合計死亡者数は1,118,800人を超えています。に、米国の累積感染者数は合計1,287,3920人を超え、最も多くなっています。に、米国の死亡者数は全体的に減少しているかもしれないが、現在でも感染者は依然としている。に、データによると、アメリカ人の 68% 強がワクチン接種を受けており、追加接種を受けた人は 35% 強に過ぎませんに。ここでのデータは明らかです。ここ米国でも世界でも、私たち全員が今日、新型コロナウイルス感染症19と戦うためにさらに行動する必要があります。大切なのは私たちがどのように感じるかではありません。それは私たちの周囲と世界中で死を防ぐことです。あなたの体は抗体をシステムから洗い流します。あなたの体は抗体をシステムから排出します。そのため、ワクチン接種後に追加免疫を接種する必要があります。3。米国モデルナ社とファイザー社は、ウイルスを破壊するために、免疫系の反応を刺激する技術に数十億ドルを割り当てられました。3。治療法を改善することで死亡率は確かに減少しますが、やるべきことはまだたくさんあります。現在も新型コロナウイルス感染症19は、世界中の国々に影響を及ぼしています。このため、私たち全員が衛生状態を維持し続けると同時に、定期的な追加免疫のワクチン接種も必ず受けるべきです。おそらくそうして初めて、新型コロナウイルス感染症後の真の成功を見つけることができるのでしょう。新型コロナウイルス感染症 COVID-19 は風土病であり、現在でも世界中のどこにでも常に存在しています。
私たちは世界中で新型コロナウイルス感染症に対する検査を改善し、予防を改善し、対応策を改善し続ける必要があります。今日からでも十分な注意を払ってください。ソーシャルディスタンスに関する楽しいビデオについてはチェックアウト。イブリンパリアー YouTube の COVID ソーシャルディス DANCING ビデオ https://youtube.be/sr2itp-tora。 このビデオにご参加いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録して、ここに表示されているビデオをクリックして、より多くのビデオを視聴して、あなたの生活をレベルアップしてください。